スーパーソフビタイム。こんにちはにです。今日はソフビのまとめ動画です。ウルトラマンタイガー放送開始からウルトラマン Z 放送開始までの約1年間の間に発売されたウルトラヒーローシリーズ、まあ、いわゆるウルトラマンのソフビですね。これをざっと振り返っていきたいと思います。大変お待たせしました。すいません。いつもならば新しいウルトラマンのテレビ放送開始直前にね、このまとめ動画をやっているんですけども、今年は感染症の関係で、まあ、劇場版の公開がねちょっとこうずれ込んだ、まあ、春休みにやるものが夏休みに来てしまったっていうところで、ちょっとソフビが全部揃わなかった。あとまあ僕がねサボりマンでなかなかやらなかったっていうところもあって、本当楽しみにしていた方すいません。それでは行きましょう。まずは一般発売されたソフビからいきます。一番最初に発売されたのは当然といえば当然なんですけども、じゃんとウルトラマンタイガでございます。このソフビはね、東京おもちゃショーで初めて見たのかな。とにかく銀色の塗装がめちゃくちゃ多いのと、このプロテクターの部分のメタリックのブルーがすごい綺麗でびっくりしたんだよね。銀色をここまで塗っているソフビはここ最近ずっとなかったので、本当すごいなと思いました。ちなみにタグはこういった感じで65番です。後ろはねいつも通りの貧乏ちゃま仕様なんだよね。次はこちらになります。じゃーんとウルトラマンタイタスですね。タイタスもすごいよくできてる。色数も多いし銀色の塗装バッチリだし、ここのね中の金色もちゃんと色が入ってるのがすごいいいですよね。ちなみにタグはこういった感じで66番です。次はこちら、じゃーんとウルトラマン風魔でございます。これでトライスクワット3人揃いました。風魔もすごいよくできてるんだけど、タイガタイタスがすごすぎちゃってやや見劣りするというか、まあシンプルな形なウルトラマンなんでね、しょうがないといえばしょうがないんですけども、個人的には腕のここの銀色もしくは膝のここの銀色のラインが塗装してあるともっと締まってよかったのかなみたいな、そんな風に思いました。でもねこんだけ塗装したれば十分といえば十分なんだけどね。はい、タグはこういった感じになります。67番。次はこちら、じゃんとウルトラマンタイガーフォトンアースです。このソフビはすごいですよ。完全クルミ塗装で成型色が全く見えていないです。全身まず銀色で全部塗っちゃってるんだろうね。でその上から金色であったりとか黒とか、あとこのカラータイマービームランプ目とかね、こういったところを塗装しているような感じで、成型色はねこれ開けて中見てみると白っぽい感じですね。まあ全身銀色でバッと塗っちゃってるっていうところでやや大味に見えるんだけども、でもねここまで塗ってるウルトラマンの側尾は本当今までなかったからすごいびっくりしました。自分でね黒い塗装をこういったこの確か腕周り黒だったと思うんだ、あとこの辺の膝周りとかも黒っぽいところあったと思うんだけど、まあ、黒く塗るだけでねだいぶこうシャッキリした感じになると思うので、まあ、この状態でもすごくいいんですけども、手を加えるとねかなり良くなる側尾だと思います。タグは68番です。次はこちら、はい、ウルトラマンタイガートライストリウムでございます。いや素晴らしいね、めっちゃかっこいい。でこのソフビもよくできていて、このお腹周り胸周り結構複雑なねパターンになってるんですけども、しっかりと塗装してあって、省略しているのはここら辺の二の腕の部分と、あと腹周りのプロテクターみたいな部分の中のメタリックの水色ぐらいで、かなりしっかりと再現してるんですよね。そしてお顔周りもめっちゃいいね。で後ろ側塗装ないんですけども、この辺の造形がねすごい良くて、ちょっと分かりにくいかもしれないんだけども、エッジも立ってるし、すごいね複雑なパターンをちゃんと造形してるんですよね。素晴らしいね。あとやっぱりタイガのシリーズみんなそうなんだけど、このプロテクターのねここら辺の部分の塗装、このぼちぼちした部分とかもちゃんと塗ってるし、こういったところがねやっぱりすごいいいですよね。タグはこのような感じで69番。次はこちら、
はい、ウルトラマンレイガでございます。劇場版ウルトラマンタイガニュージェネクライマックスに登場したウルトラマンなんですけども、これはタイガの劇場版フォームと言っていいのかどうかよくわからないというか、まあ、今までのニュージェネの映画に登場したフォームが全部合体して、まあ、この姿になったっていう感じですね。でもうね、何も言うことないというか、もう文句なしの出来ですごいよね。この黒銀赤金、このバランスが素晴らしいです。まあ、当然省略はあるんだけども、全然気にならないような省略になっていて、まあ、肩周りとか胸のこの辺だったかな、ちょっとね黒いラインとかがこう省略されていたりとか、まあ、ラインっていうかこう隙間隙間が黒かったりするんだよね。であと、まあ、この体の脇の方ね、こっから銀のラインが本当は後ろに伸びていくんだけども、そこがこう省略になっていたりとか、あと黒い色もねちょっとこの辺縁取りみたいなのがあったりするんだけど、そういったところがちょっとね省略されているんですけども、でも圧倒的な塗装量、そしてまあ銀成形のね側尾をここら辺で使ってるんだけども、全然そういった部分の違和感を感じさせないこの統一感、本当ねすごいテクニックが光ってると思います。あと顔周りもね、ここもすごいよくできていて、この細い赤いラインとかね、ここもちゃんと塗装してあって素晴らしいです。タグはこういった感じで70番になります。ウルトラマンタイガの、いろいろなフォームに関しては一般販売は以上になります。ここからは一般発売なんですけども、ウルトラマンタイガ本編とは直接関係のないソフビになります。まずはこちら、ちゃんとウルトラの母ですね。ウルトラウーマンマリー。以前にガシャポンで一回発売されているんですけども、その時と造形が変わっていて、新規造形になっております。比較の動画作ってるので気になる方はね、ここら辺か、あとは概要欄のリンクから飛んでみてください。ちなみにタグはこちら、71番になります。次はこちら。はい、ウルトラマンノアでございます。このソフビはですね、全身銀色のくるみ塗装ですごい頑張っているんですけども、ちょっとやっちまった系に分類されるというか、なんというか、まあ、ここで喋り始めるとすごく長くなっちゃうので、まあ、以前作った動画を見ていただけると嬉しいです。ここら辺とか、あとは概要欄にねリンク貼っておきます。タグはこういった感じで72番。次はこちら。はい、ウルトラマンベリアルアーリースタイルでございます。いや、アーリースタイルのソフビ化は結構びっくりしたよね。ゼロ10周年に合わせてなのか、あとはまあギャラクシーファイトを今度登場するということで、もうこのソフビ化とともにね、そういった部分がもう決まっていたのかもしれないですね。個人的にはね、アーリースタイルはここのなんかもみあげというか、ちょっとこう癖のあるもみあげみたいな感じなラインがすごい好きです。省略はちょいちょいあるんだけども、そんなに気にならない程度で、ただ個人的にはここのね、おへそあたりの部分、こうパーツの分割で上半身の部分が省略されていて、ここをしっかりと尖っていて欲しかったなっていうのはあるんですけども、まあそこまで気になるポイントではないかな。ちなみにタグはこういった感じで73番です。次はこちら。はい、ウルトラマンリブットでございます。マレーシア生まれのウルトラマンでいいのかな、ちょっと僕もよくわかってなくてごめんなさい。ギャラクシーファイトに登場しました。で、かなり複雑なラインのパターンなんですけども、結構しっかりと塗装してあって素晴らしいですね。腕周りに関しては省略気味なんだけども、でもね銀色でがっちり塗装していて、そんなに気にならないです。足回りもね、ここのラインがちゃんと入ってるのがすごい嬉しいですね。お顔周りは結構初代ウルトラマンに近いというか、正統派なお顔で僕は結構好きです。タグはこういった感じで EX 枠になっております。一般発売されたソフビは以上ですね。数は2,4,6や10体のソフビが一般発売されました。ここからは限定ソフビになります。まずはウルフェスで販売された限定ソフビ、全部で4種類で、タイガ、タイタス、フーマ、トリギア、全部クリアラメ成形になってます。
で一番やっぱり目を引いたのはタイガかな。銀色の部分をこうクリアのね乳白色で表現したっていう、これがすごいこう面白い感じで僕は好きです。ちなみにタグはこういった感じで、まあ例年通りのね色がなくなるものでスペシャルカラーバージョンと書いてあります。いいですね。タイタスは黒いラメの成形色で、まあ、ちょっとね一般発売のものよりも色味が減ったりとかはするんですけども、でもクリア感を楽しむっていうところではこれはこれで全然ありなんじゃないでしょうか。ちなみにタグはこういった感じ。そしてフーマ、僕ねこのフーマすごい好きなんですよ。何がいいかってブーツの部分ここをねメタリックのブルーで塗装してあって、一般販売のものはここ色が入ってないんですよ。下半身色が入ったことによってなんかこう並べた時にねみんなブーツの部分色がついてるからなんか統一感があっていいなと思いました。そして最後がフーマのタグにしとこうか。フーマのタグはこういった感じね。そして最後トレギアですね。トレギアの一般販売のものはルーブの劇場版の時に発売されてたよね。でまあそれのねクリアラメ成形になっていて、塗装に関してはやや減ってるよね。でこいつはねウルトラヒーローシリーズではなくてウルトラ怪獣シリーズではあるんですけども、まあね分けると分かんなくなっちゃうので、一応限定版に関してはねウルトラ怪獣シリーズのものでもちょっと一緒に紹介していきたいと思います。次はエキスポ関係の限定即備です。全部で3体で、まずはこちらウルトラマンタイガーフォトンアーススペシャルカラーバージョン。タグはこういった感じの色なしになっていて、これはねエキスポライブだったかな、10月11月どっちか忘れちゃったんだけど、秋口に開催されたイベントで先行発売されたソフビーです。ウルトラマンショップにもその後並んだよね。でまあ乳白色のクリアラメに塗装なんですけども、僕のはエラー品でここの金色が抜けてるんですよ。ちょっと今見て思い出した。まあ、この後ねちょっとちゃんと塗装されているっていうか、ここ色入ってるやつ買い直したいです。そして次がこちら金色のゼロ様なんですけども、これはねウルトラヒーローズエキスポ開催記念バージョンっていうカラーで、タグはこういった感じ。なんだっけ、エキスポの前売り券とセットで発売されたものなんですけども、売れ残ったのかな、会場でも普通に売ってましたね。僕これ欲しさのためにチケット2枚買ったんだけど、まあでもねそのチケットが多くなったっていうところで、普段イベントとか一緒に行かない中学生の息子も一緒に行けたので、それはそれで良かったなと思っております。そして最後がこちら、これはねウルトラマンタイガートライストリームスペシャルカラーバージョン。タグはこういった感じで、これはエキスポの会場での限定発売、まあ、ウルトラマンショップでも発売されていたものなんですけども、成形色が赤のクリアラメになっております。ただねクリアラメがちょっと分かりにくくて、一般発売されたトライストリームとあんまり変わらないっていうね、こんな感じになっていて、ちょっとこっちの方が明るい感じかな。で塗装の省略がちょこっとだけあって、腕とすねの部分、このブーツの上の部分ね、ここの塗装が省略で、ただボディ周り顔周りは全く一緒なので、こうパッと並ぶとね同じものに見えちゃうような、そんな感じになっております。次は映画関係の限定即備です。2体やって、まずはこちら、ウルトラマン太郎闇落ちバージョン。タグはこういった形になります。紫のクリア成形に紫の塗装で、かなりねこうダークな感じになっていて、ラメは入ってないですね。でこれはね映画の前売り券だったかな、ローソンと HMV、 あれセブンイレブンだったっけ、ちょっと忘れちゃったんだけど、まあ、ね特殊な販路でしか販売されなかったもので、あ、前売りだけじゃないや、グッズだけの販売もあって僕はそれを買ったんだ。この太郎の即備とステンレスマグカップの、セットだけの販売とかもあって、ちょっとね変わった感じな販路で発売されたものですね。そして次がこちらです。ウルトラマンタイガートライストリームの変身時発光バージョン。これはクリアラメの
成型色にまたちょっと赤っぽいピンクっぽいねメタリックカラーで塗装してあって、今までのものとはまたちょっとね違う雰囲気ですね。映画館での限定発売となっておりました。次はプライズ限定のソフビです。第1弾はこの3体で、まずはこちらウルトラマンタイガーフレームブラスターバージョン、タグはこういった感じになっていてカラーです。プライズ限定なのでここにバンプレストのマーク、そしてプライズっていうマークも入っております。オレンジ色のクリア成形にさらにこうオレンジを重ね塗っていって燃えてる感すごいですね。めっちゃかっこいい。そして次、これ僕大好きなんですよ、ウルトラマン太郎のストリウム光線バージョン、タグはこうです。ストリウム光線出すときに体がこう7色に光るんですけども、それを表現したカラーリング、このね何とも言えないグラデーションの入り方とか、バンダイさんのソフビではあんまりこういう塗装ないんで、これは素晴らしいですよ。こういうのいっぱい発売してほしいですね。そして最後は怪獣になるんですけども、ゴモラですね。これはねダークサンダーエナジー凶暴化バージョンっていうことで、クリアの紫成形で塗装はほとんどなしで、このね目の部分の赤だけですかね、かなりこう怖そうなっていうか悪そうな感じに仕上がっております。次はプライズ限定第2弾です。まずはこちら、ウルトラマンタイガーフォトンアースのオーラムストリウムバージョン、タグはこういった感じ、光線技を出している時の、フォトンアースっていうことでしょうね。黄色のクリアラメ成形にちょっと明るめの金色をこう塗装しているような感じで、まあ、全体的にこう黄色っぽい感じなね、そういった配色になっていてすごい綺麗ですね。そして次、こちらがウルトラマンゼロ、シャイニングウルトラマンゼロか、変身時発光バージョンになっております。これはすりガラスみたいなね、乳白色のクリアなんだけども、ちょっとねこう細かい粒子のような感じなラメとはまた違う、そういった、成形色になっていてすごい面白い成形色ですね。まあ、塗装は控えめであんまり入ってないんですけども、まあ、クリア感を楽しむっていうところではこれで全然いいんじゃないかなと思います。そして最後が、Z なんですけども、これはね一丁度発光バージョンですね。まあ、燃えてる感じなのかな、ちょっとそこら辺は分かんないんだけども、オレンジ色の成形色に、オレンジ赤塗装していて、まあ、これもね燃えてるような感じで、先ほどのタイガにちょっと似てるような配色になっております。後ろは特に色入ってないですね。次はプライズ限定第3弾です。ゼロ10周年を記念してのラインナップかな。まずはこちら、ルナミラクルゼロのミラクルスラッカーバージョンですね。はい、タグはこういった感じで、まあ、必殺技を使っている時をイメージした形になっております。クリアラメの青の成形色の上にメタリックの水色を塗装しているような感じで、なんかこうねギラギラした感じですごいやる気満々ですね。そして次がストロングコロナゼロのガルネイトバスターバージョンですね。同じく必殺技のバージョンで、ルナミラクルゼロと対になってね、こう赤のクリアラメ成形にピンクというか明るめの赤のメタリック塗装、こいつもギラギラでやる気満々です。で最後がベリアルの、これも必殺技のバージョンですね、デスシウム光線バージョンだったかな。はい、タグはこういった感じで、このベリアル様すごい僕好きなんですよ。クリアラメのね赤の成形色の上から黒の塗装で、この黒もちょっとこうガンメタというかねギラついた感じになっていて、すごい重厚感あって、でクリアなのにこのね黒っぽい色を吹いちゃうとこうクリア感がなくなっちゃうんですけども、ただこの縁の方に行くに従ってグラデーションで薄くなっていて、こう全体的に体がこう発光しているというか、なんて言うんですかね、このオーラっぽい感じになっていて、これが僕すごい好きです。限定バージョン以上になります。すいません、編集していて気がついて今撮り直しております。タイタスの下半身が違うものに変わっておりました。
何と変わっていたかというと、オーブのサンダーブレスターです。前にねこう組み替え遊びしていてそのままになってたんですね。ほんとごめんなさい。こちら側がちゃんとしたタイタスの、形でございます。ここのラインがねビブッと入ってるんですよね。すいませんでした。はい、ウルトラマンタイガーのソフビざっと振り返っていったんですけども、いかがだったでしょうか。結構たくさん発売されてますね。で、一般発売されたものが10種類で、限定ものがエキスポじゃないや、ウルフェスが4つ、エキスポ3つ、劇場版2個で9種類、そしてプライズ限定が 3×3 の9種類で全部で18種類ですね。だから合わせて28種類のソフビが、販売されました。で、怪獣ソフビが今回ちょっとねこっちに混じっていて、ゼットン、ゴモラ、トリギアの3種類があるので、その3種類を引くと全部で25種類ですね。25種類のウルトラヒーローシリーズのソフビが、タイガー放送から1年間の間に発売されたということになります。どうでしょうか、皆さん全部持ってるでしょうか。抜けないよね。もし抜けがあったら教えていただけるとありがたいです。EX の X ダークネスと、G ドダークネス、あれは今回ね怪獣枠の方と考えて入れてないので、まあ、形としてはあれもウルトラマンなんですけども、それ入れると27か、ちょっとややこしくなっちゃうね。まあそちらはそちらでね、おいおいまた怪獣の方で紹介したいと思います。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。もし面白いなと思いましたらチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画で、バイバイ。